はいそれではお時間になりましたので早速始めていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい本日のユニークキャリアラウンジ始めていきたいと思いますえ本日なんですけれどもえっとマイネットの小出様にお話をお伺いできればと思いますよろしくお願いします よろしくお願いしますはい、今回はユニークキャリアラウンジも、えー、第何回になるのかな第325回となりますので325人目のゲストとなりますえー、今回お話を伺いさせていただきますのが改めまして、えー、株式会社マイネットの取締役の小出さんになりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、本日は朝早くからありがとうございます 後で,です <laughs> それでは、えー、早速始めていきたいと思うんですけれども、まず最初は、えー、現在のお取り組みですね、あのどんなお仕事されているのかっていうところも含めてお伺いできればと思います。今はどんなことをされていらっしゃるんですかそうですね、今はマイネットの取締役として、主に経営企画だったり、人事のところをっ、えー、と干渉している形になります。まあ、経営企画と、ざっくり言うとその、分かりやすいところで言うと、M、M&A だったり、投資だったり。 あとはその予算作って、予実管理したり、K. P. I. 作って、K. P. I. 管理したり。みたいなことをメインでやってます。なるほど,るほど。はい。今おっしゃっていただいたように、マイネタさんでは、えっと、経営企画的なところだったりとか。あと人事の鑑賞もされていらっしゃるっていう感じなんですかね。はい、そうですね。まあ、人事が経営企画の中に入ってるみたいなイメージです。 そうなんですね。なるほどなるほど。かなりこう幅広くお仕事されてるなという印象なんですけれども、はい、えっとマイネットさんではいつ頃からあのあのお仕事されていらっしゃるんですか。マイネットはえっと4年前ですね。えっと2017、うん、2017の4月です、うん。なるほど。マイネットさんに入られたきっかけといったものがあったんですか。えっときっかけもともと当時私がフリーランスやってて、とまあその時にツイッターに 仕事くださいみたいなえっと仕事の依頼はこちらまでみたいなメールアドレス載せていてそこにあのゲームエイトっていう会社があるんですけどゲームエイトの社長から西尾さんっていう方なんですけどその方がメールが来てまあなんか会って話したいっていうのがか来てその西尾さんと会ってて話してまあゲームエイト自体は僕のリクルーティングが目的だったんですけどまあ,あんまり なんだろうこう言ったらあれなんですけどゲームヘイトには興味がなくてそしたら「マイネットともしかしたら会うかもしれないから会ってみたら」と言われてマイネットをつ,をつないでもらって会って何回やってるうちに入ることになったみたいな。 感じですねなるほどなるほどまあそのじゃあ結構こう狙って入ったっていうよりは結構偶発的な出会いがきっかけであのこうマイネットさんとこう出会うっていうことになったのかなと思うんですけどそのフリーランスからまあその会社に再び入るっていうところの選択なんかその何て言うんですかね意思決定のうん何だろうな うんとま、何がこう良くてあの、マニアさんに入ろうっていうふうに決意されたのかなっていうのもお伺いしたいんですけれども。もともとフリーランスは、なんかフリーランス自体は楽しかったし、お金稼げてよかったんですけど、うん、当時24歳で、まあ、なんか24歳でこれやっててもしょうがないなってなって自分の まあ価値をその時間に換算している仕事だと思っててなんか新たにスキルのタグ付けとかってできないなと思ってたんでなんか24歳だとちょっと違うタグスキルのタグ付けしたいなと思ってたんでなんかそれをまあそこそこちゃんとしたベンチャーで身につけたいなと思ってまあ他ラクセルさんとかフリーさんとかもあのお誘い受けてどうしようかなと思ったんですけど結局マイケットに入ることになってまあ最後は勘ですね。 あなるほどなるほど。実際入られてみて今4年ぐらい働かれてるっていうことだったんですけども、はい、当時からも経営企画とかされてたんですか最初はどちらかというといわゆるビズデブ的な、えっと、事業開発の仕事をしていてタイトルあうちゲームタイトルを、うん、買収して運営するって仕事をやってるんですけど、うん、そのタイトルの まあえっ、ー、と買収に特化してやってたって感じです。ゲームメーカーさんと毎日会って話して、うんうん、まあ M&A の推進していくみたいな仕事をしてます。なるほどなるほど。じゃ結構事業自体がこうどちらかというとこう事業開発的というかまあ M&A よりなこう進んでいく、ね、っていう感じなんですね。 はい。なるほど、なるほど。なんか今、あのおっしゃっていただいたように、あのマイネットさんは、こうゲームメーカーさんから。あのゲームタイトルを、あの買って、まあ、そこから、あの長期運営につなげていくっていう会社さんかなと思うんですけれども。はい、ゲームとかもともと、結構ご関心があったんですか。いや、別に、そういうわけでは、全然ないです、ね。あ、そうなんですね。はい、スマホゲームは、そんなにやんないですし。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。 自分の興味関心があっていうよりはこう仕事内容だったりとか、まあ、こう直感といったところで入社を決められたっていうことなんですね。 今こう4年間続けていっているということであの今後の展望についてはあのまたあの最後にお伺いできればと思うんですけれども、はい、あのここから先はあの過去の深掘りみたいなところあの原点に遡っていろいろとお話を聞いていければと思います。特にに大学時代に あの公認外見種の資格試験、あの合格されてというところあたりからこう、はい、今の,あのお仕事につながってきているのかなというところも思うんですけれども、まあ、そこよりもさらに前あの、幼少時代だったりとか、そういったところからあのお話をお伺いできればと思います。はい、はい はいそれではあの一番最初こう生まれてから幼少期みたいなところについてお話をお伺いしたいんですけれども、はいあまあ、ご自身で記憶されてるかこう周りに言われたかみたいなのちょっとわかんないんですけどこう小さい頃に何か印象的だったこととか自分どんな子供だったなとか何か覚えてることがあれば教えていただければと思います。 <あ>はい、多分普通な子供だったとは思うんですけど当時はなんか妙に数字がすごい好きで、はい、なんかウルトラマンとかは子供も好きじゃないですか僕もウルトラマン大好きだったんですけど、はいはい、なんかウルトラマンのアニメが好きというよりなんかウルトラマンの本を買ってなんか、はい、ウルトラマンのなんか走る速さとか泳ぐスピードとか,なんかそういうのめっちゃ調べてランク付けするみたいなのを1人でやってて。はい で電車とかも好きだったんですけど、電車とかもそうでなんか、まあ、電車は結構そういう人が好きなのかもしれないですけど、それこそなんか電車の最高速度とかすごい調べて、順位付けしたりみたいなので、なんか趣味,趣味というか、好きなことがどっちかというと、昔から数字がすごい好きだったっていうのが、なんか特徴だったかもしれないです。なるほど、まあ、なんていうんですかね、今でいうと、こう、収集心じゃないですけど。 誰が速いんだろうとか,なんかどれぐらいのスピードなんだろうみたいな,なんかそういうことを集めてくるだったりとか並べてみるみたいな,なんかそういうことが好きだったっていうなんかそれをお伺いすると結構勉強とか,なんかそういうところにご関心があったのかなというふうにも思ったんですけれども,んそ,れもそんなことは全然ないですねあそうなんです、ね、はい勉強はずっと嫌いだったんで <laughs>、はい、なるほどなるほどありがとうございますでまあそこからこう あのまあ、生まれたところからあの、まあ、小学校入学していくっていうところであの、まあ、小学生の時とかに何か印象的なことだったりとかなんかあれば教えていただければなと思う先ほどその世田谷であの生まれ育たれて、はい、まあ小和まで住まれていたということだったんですけれどもつまり引っ越しとか挟まれたっていう感じなんですかねそうででですすね途中中海海外のあの中国の国上にに親の都合で引っっ越すことになって、うん まあそれが一番しんどかったというか、悲しかなったというか,、まあなんか小3、小4の夏までいて、まあ、めちゃめちゃ小学校楽しかったんで、毎日。うん、単純になんか友達と離れるのがすごい寂しくて。転校してもまあ環境の違いがめちゃめちゃ激しかったんで、結構当初は慣れるのにすごい時間かかって。 そこがめちゃめちゃしんどかったなあっていう感じです。もう慣れたら慣れたで楽しかったし、今は今はいい経験なんですけど。うん、<laughs> なるほど。あれですかね。いわゆる日本人現地の日本人学校みたいなところに通われてたっていう感じなんですか。あ、そうですそうですそうです。ですなるほど。なか何が一番大きな変化だったんですか。変化まあもちろん住環境の違いもめっちゃあるんですけど。うん まあ友人関係がリセットされたっていうのが一番変化でしたね。確かに確かにやっぱりその日本でこう、まあ、自分が慣れ親しんで生まれ育った場所と、まあ、その引っ越した先でまあ、してま海外だったりとかっていうところで、まあ、その周りの環境もそうだし、まあ、人間関係というところも結構大きく変わったっていう感じだったんですかね。そうですね、まあ、人間関係ゼロから構築するのめっちゃしんどいなってすごい思いました。うううんんん なるほど。上海にはいつ頃までいらしたんですか？中二の夏までいました。あ、そうなんですね。じゃあ、小学校と中学校はえっ、ー、とまあ、中学校の途中ぐらいま。では、えっ、ー、と中国は上海にいらしたということなんですね。はい。 うんうんうん、ありがとうございます、まあ、そうなってくるとまたこう中学校時代のお話もお伺いしたいんですけれども、まあ、そうこう上海の中学校それから日本の中学校っていう2つの、えー、と中学校を経験されてるのかなと思うんですけど、はい、それぞれこう印象的だったことだったりとか,なんかこういうことに時間使ってたなみたいなことがもしあれば教えていただければと思います。 中学校の,その上海の時は、住んでるマンションが、あのなんか日本人専用マンションみたいな感じで、はい、でけ、結構いいマンションで、なんか、プールとか卓球台が、卓球の専用部屋みたいなのがついてたりして、うん、で同世代の友達と毎日夜、集まって卓球したり、プール行ったり、ゲームしてて、めちゃ楽しかったなっていうのが、単純な思い出ですね。うんうん <あ>うん、上海の中学校ってちなみに、はい、例えば部活動みたいなものとかってあったりするんですかいや部活というかなんか週1回なんか週 1,、うん、1>, 週1回か2回なんか下校前1時,間1時間半ぐらい前ちょろっとぐらいでした、うん、なるほど,なるほどでまあ、じゃあそこからこう上海から日本に戻られてきたということで、はい、元々いた地に戻られたって感じなんですかあそうですそうです 結構小学校の友達は割と受験組が多かったんで、はい、日本を帰ってからも割と人間関係リセットみたいな感じでしたあそうだったんですよ今日は学校の,、はい、の学校にみんながみんないるわけではないっていうことですよねそうするといやあのあれ私立の学校行っちゃったんであそうだったんですよ、はい、なるほどなるほど じゃあ、こう私立の、えっ、ー、と、中学校に、中学校二年生から、入られたということ、ね。あ,あ、ちっと、あ、えっ、ー、と、もとの友達が私立行っちゃったんでっていう。あ、そういうことですね。なるほど、はい、なるほど。まあ、確かに、世田谷とかだと、結構受験される方多いですよね。そうですね。うん、半分ぐらい、多分私立行った気がします。おお。そうなんですね。ええ、はい。 じゃあこうそこからもこう、まあ、全部の関係性が小学校から引き継がれているというよりは、まあ、そこもややリセットされたようなところから始めていくということになったのかなと思うんですけどそのまあ世田から戻られた後にまに、あ、中学生でこう、まあ、なんだろうな印象的なことだったりとか今覚えている思い出とかもしあれば教えていただければと思いますそうですね、まあ、なんか中学時代はなんかそんなになんか日本から で、彼の中学時そんななんか特,特段思い出なくて、なんか受験勉強をしてたなっていう <laughs>。いや、中二の夏帰ってきたんで、ちょうど受験勉強があの、学科するタイミングだったんで。で、そこでかつなんか、日本の中学。しかも、なん結構多感な時期だったんで、なんか人間関係作りつつ、なんか。受験勉強始めるみたいなのが、結構しんどかったなっていう。 なるほど、なるほど。いや、かなりそうですよね。やっぱりこう、思春期の、なんかすごい、こう、複雑な時期に、まあ、ちょうど戻られてっていうところで、結構苦労もあったのかなと思うんですけれども、はい、なんか受験勉強自体は結構楽しくできたのか、それとも、もう今日苦手だ、嫌いだ、みたいな感じだったのかで、どんな感じだったんですか数学はめっちゃ好きだったんですけど、はい、まあ、国語はそんな勉強しなくてもいけたんで、なんか英語がとにかくしんどかったですね。<あ>めちゃめちゃゃ嫌いで英語が<う> <laughs> 数学はなんか普通に楽しかったんで無限、はい、できたんですけど、はい、英語がやりたくなくてやりたくなくてしょうがなくて。<laughs> <laughs> なるほどなるほど。まあそんな中でもこう人間関係の構築と、まあ、あと勉強とっていうところを両立されながら、えーとまあ、高校生に入って行かれたのかなと思うんですけれども、はい、高校時代、まあ、高校も、まあ、い一応こう選択の幅はこうあるっていう中で。 なここどういうここ選ばれたのかっていうところまず教えていただいてもいいですか。はいえっ、ー、と僕言ったら慶応式っていうあの慶応の付属校なんですけど、うん、もう単純に受験がしたくなかったに尽きるつきますね。はい。大学受験したくなかったんでうん、うん、で総県の中で慶応式が一番偏差値高かったんで、うん、一応慶応式に入ったって感じですね。うん、なるほどなるほどまあじゃあかなりこう勉強はまあ できできたんだろうなっていう感じはあるんですけど、<laughs> そうすると結構ご自宅からあの式だと埼玉ですよね。なかなか遠かったんじゃないかなとも思うんですけど。一時間ぐらいですね。そうですよね。結構総計の付属校って全部遠くて、そうですね。<laughs> そうなんですよ、ね。総大学早稲田の学院以外が多分全部日吉だったり湘南文理だったり、はい、国分寺だったりで結構遠い,い場所にあるで、うん、まあそんなどれ選んでも変わんないなっていうので。 はあ、確かに確かにそっかそっかじゃあまあそういうところで、えー、と高校時代高校に入られてまあ教式って男子校ですよね男子校です、うん、なんかそうすると結構その、まあ、メンツっていう意味でも変わるしきっと学校の雰囲気だったりとか、うん、と興奮みたいなところもこ,うこれまでのものとは大きく変わっていったんじゃないかなと思うんですけれどもはいなんか高校はどうでしたかうんと人間関係とこういう意味ではすげえ楽でしたねなんか。 やっぱみんなそこそこ賢いんでなん,、うん、なんかいじめとかなんかそういうカーストみたいなもの全くないんで、うん、なんか結構みんなが自分は自分人は人みたいな感じだったんで、うん、なんか楽,楽でしたねすごい。えー、<laughs> はいななるほどなるほほどどそうですねなんか中学校とかでのなんか人間関係の面倒くささみたいなのが一気になくなったんで。うんなんか 誰,誰しもが中学校の人間関係って面倒くさかったなって多分思うと思うんですけど、はい、そ,うそういうのが割となくてよかったなって感じですね。<laughs> であとなんか校風はすごい自由でとにかくんか結構授業をサボる人も多かったですし <laughs> そもそもなんか高校なのになんか休校っていう大学とかだと結構休校って時々あったと思うんですけどんか突然授業が2時間なくなるとかなんか、うん。 下手すると丸一日授業だな,なるみたいなちょいっ,ってなるほどなるほど、えー、だからなんか二時間休校が出たらなんか友達とカラオケ行くとか、うん、そ,そんな感じでした、ね、で基本は週六週七で部活をしてて、ええ、まあそれがマジでしんどかったなって感じです部活は何に入られてたんですか部活はバレーボールでしたあそうなんですバレーボールはなんかどういったきっかけで入られたんですか なんか一回もやったことのないスポーツやりたかなんだろうな小,小学校中学校で、うん、結構ちょろちょろなんか水泳とかテニスとか卓球とか剣道とかいろいろかじってはいたんですけど、うん、なんかそんなに全部長続きしなくて、うん、とかもかでなんかまあ高校はちょっとちゃんとやろうと思ってでただなんかどうせなら初心者で戦えるフィールドがいいなと思ってで あの野球とかサッカーとかバスケとかって、まあ、ほとんど経験者じゃないですか,、はい、かだ男子バレーだったら、まあ、そこそこ初心者いるかなと思ってなるほどって感じですねうん、うん、入ってみていかがでしたかいや普通にしんどかったっすね <laughs> 今日のイン,インタビューしんどかったしか言ってないってするんですけど <laughs> いやもうなんか付属校って大学受験がいらないんでとにかく練習量が多くてなんか 本当に収録週7でなんかしかもなんか休みの日も筋トレがあるんで、えー、休みというか練習が休みの日も筋トレなんで、なんか実数週7みたいな感じで良<ー>かったですね。確かにその大学受験が控えていないっていうところで、まあ、こうコミットせざるを得ないみたいなところはあるのかもしれないですね。ですね土日どっちもその 朝9時半から夜夜じゃない夕方5時6時らいみたいなのをざらだったしうん、うん、普通に全然遊ぶ時間がなくてその時代はなんかバレー部の友達となんかずっとみんなでポケモンやってたのなんか対戦してましたねポケモンとかモンハンとかその辺をずっとやってたっていうか,かまあ中学高校時代は部活と,ととにかくゲームしてて。うんうん って感じですね。そうするとこう、まあ、ご自身がこう希望されていた高校に進学されて、まあ、こう人間関係はあの楽というか面倒くささがないなというところで良さがある中で、まあ、部活は結構厳しくてあのもう部活残媒な日々を送られていたという感じなんですかね。ありがとうございます。 全然関係ないんですけど、私、系なんですけど、板たサークルは結構式の子多くて、ニスあの、普通の店員さんなんですけど、結構、私、1個目の代なんですけど、そうそう、何人か式の子いて、おー、マジですか知り合いがいるかもなって。確かに、共通の知り合いそうですね。いそうだと思いました。バレー部出身のやついませんでした。 どうなんだろうなんかあんまり所属の。でもテニサーだったんで、結構テニス部の子が多かったかもしれない。なるほど。そうなんだそうなんだ。てサークルですかウィンザーっていうとこなんですけど。ああああああます？知ってる気がする。えあれじゃないですかええ誰だろうな。ちっちゃくて、なんかちょっとかわいい感じのなんか。僕、ウィンザーの勧誘を受けた気がするんですよね。本当ですかでもだ大体結構内部性は。 勧誘してるはずです。<laughs> あの、内部性多かったんで、あれ誰だっけ上,上,上村さんあ、上村さんいますいますいます、ね。あ,あ、そうですよね。上村直哉。はい。そう,そう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 。うん、先輩でした。めっちゃよくしたはい,はいはい。あと、しんくん君とかかなあ,あ、新裕次郎。あ、そうです。そうですあ、新じ次郎、中学同じなんですよ、僕。あ、そうなんですね。<laughs> そっちなんですね。 <laughs> そっちです。あ、それ中学同じだし、かつ大学1年のクラスが一緒っていう謎。<笑><笑>あ、じゃ結構共通の、はい、あれがいるということを発覚してしまいました。えー、<laughs> 面白い。そうなんですよ。なるほど。で、まあ試験ってなると、まあ大学の、まあ学部の選択っていうところになるのかなと思うんですけど、はい、学部はなんかどういうこう尺度でとかどういう理由であの決められたんですか？ <laughs> 特に <laughs> 特にあれです、まあ、なんか数字がなんとなく好きだったんで携、うん、済でいいかなって、うん、ぐらいのなんかすごいなんかまあなんか文系の学部もなんか若干その内部の成績によっていけるいけないがあって、うん、でなんか法律とかはそんな興味なかったんで法学部は抜いてって、うん、なってくると。 ま経済かなっていうので経済選んだって感じです、ね。で経,経済はまあなんか普通の成績取ってればいけたんで、うん、普通の成績を最低限取って経済行ったって感じです、ね。なるほどなるほど。もうこうじゃ自分のあの数字が好きっていう特性からあのまあ経済まあ明確にこうこれみたいな感じっていうよりは、も、まあ、う文系の学部の中で選んでいったっていう感じなんですかね。 そんな感じですうんうん、うん。ありがとうございます。まあそこからあのまあ内部進学という形で経済学部あの大学に進学されると思うんですけれども、はい、大学時代はこうどんなことに時間を使ったりとかどういうことされてたんですか？大学時代はそれこそサー最初の一年はサークル結構行っててあぼなんかそれもリセットしてバドミントンサークル行ってたんですけど。へえそうなんですね。うんいやなんか<ー>もうバレーボールは結構が ガチで3年間やったんで、サークルとかでなんかタラタラやるのも嫌だなと思って、だったらもう違うことやろうと思って、うん、まあただバドミントンサークルって言っても週1しかなかったんで、バドミントンもあんましてなくて、ただ飲んでただけみたいな感じで,で <laughs> <う>楽しいですね。そ<う> <laughs> で、まあ、あとは、あれですね、もう途中からはあの、コーニ会系試験の勉強ずっとしてて。<笑><笑> それで週6週7ずっと勉強みたいな感じでしたね、えー、なるほど。その公認会計士って、あのまあ、なんていうんですかね、まあ、結構、こう、の経済の方とか、まあ、省とかの方だと一定こう、チャレンジされる方が、はい、まあ、いらっしゃるような印象はあるんですけれども、はいはい、なんか、公認会計士っていうところに興味を持ったきっかけだったりとか、なんかこう、こういうことしたいみたいな、何かあったんですかいや、なんか、単純になん,なんだろうな。 高校時代勉強してなさすぎて、なんか大学時代なんかやらなきゃだとまずいんじゃないかなと思って、うん、始めたしかでしかないですね。まあ、あとはなんか、なんとなくいけてるビジネスマンになりたいなみたいなのがあったんですけど、うん、さっきの話に戻ってくるんですけど、英語がとにかく嫌いで、はい、英語使わずに何かそこそこのビジネスマンになれる方法ないかなと思って、うん、なんか なんか資格取った方がいいかなっていうので公認会計士を選んだって感じです。なるほど。公認会計士取ってなな何になりたいとかそんななくて。なるほど。まあじゃあ。 なんて言うんですかね、まあ結構その、まあ大学自体もそんなにすごいなんか勉強なんだろうな、学部に所属してるだけでめちゃくちゃ勉強するっていう感じでも多分ないと思うから、なんかそういう、ここに会計士とかやられてる方は本当にガチ勉強してるなっていうような印象を勝手に持ってたんですけど、実際にそのスクールに通って勉強されてみて、はい、例えば自分に向いてるなとか、向いてないなとか、勉強楽しいなとか、結構しんどいなとか、なんかどんな感じの感想だったんですかいやもう勉強はくそつまんなかった。 <laughs> <laughs> いやなんかもっとその中高校受験とかの数学的な感じなのかなとか全然そんな,ことなくてただただ記憶なんで普段記憶力がそんなにいいわけではなかったんでもう普通にしんどかったですね。なるほどまあ とはいえ、まあ、回答に法則性みたいなのがあったんで、それ、なんかなんとなく見つけてからは割といけるようになったんですけど、なんか、普通にしんどかったですね。死ぬほど分厚いテキストがなんか十何個あって、それをとにかく頭に入れるみたいな。はい、で、なんか、覚えた片っ端からなんか、前入れた記憶が忘れていくみたいな、なんか、うん、<laughs> そうそう。 しんどかったですね結構あの公認体験士のスクールタッタッグとか通われてる方とかで、はい、最後まで行けない人も結構多いじゃないですかもう無理だみたいな感じになることもでも最後までやれたっていうのはなん,かなんでだったんですかねその3年時に、まあ、試験に合格するってかなりすごいことだなっていう,うに思ったんですけどなんか続けられたのは何でなんですかね なんかみんなよくなんかやめるなって感じでなかいやなんかあれってなんかスクールのビジネスモデル的になんか月額とかじゃなくて初期にもう70万80万払うんですよ。でダブルスクール通ってたやつって基本的に全員親が最初に780万払ってて、まあ、その高校卒業したタイミングで780万なんてあの用意できないんで親に780万払ってもらって基本通うっていうのが多分ほとんどだと思うんですけど。 まあ親に払っても、70万払ってもらってやめるって言えねえよなっていう、それだけで <laughs> 続いたって感じです、ね。いや、結構みんななんかサークルになんだろう、なんだかんだかわなくなってでサークルに飲めくもみたいな人が多くなったんですけど、うんうん、親に金払ってもらった点はやめれないなっていうので続けて、で早く脱出したい一瞬で勉強して、はい、3年時に脱出したって感じですね。はい、な,るなるほど、なるほど。 今そのちょっとまあこう親にお金払ってもらってるのにみたいなお話があったんですけど、うん、なんかそれこそ親御さんはこう例えばこうがけになってほしいとかなんかこう,こうなんか何か期待をかけてすごく言う あのなんか言われるような感じだったのかそれともなんかこうやりたいことだったらあの好きにやっていいよみたいな感じだったのか何かどういう感じのこう教育方針というかいや全然後者でしたねあ。そうなんですねなんか会計士になってほしいみたいな親の希望が全あったわけではないんですけど、うん、なりたいって言って、うん、そういう,うならいいよっていうのでお金を出してもらって。 って感じですね。なんかなんか親の希望がとか,か親の期待を裏切りたくないとかではないです。単純に何か金払って入れてもらったからには全うしなきゃまずいか、はい、ら。偉いですね。そっち側ですね。ありがとうございます。でもそこから、えー、と在学中の3年時に、コニカ会計士に合格してっていうところで、あのまあ、かなり、あのー 大きな実績だよなっていうふうに思うんですけど。三、はい、年生で合格されてからは、どういうふうに過ごされてたんですか。そうですね。なんか。まあ、会計士試験を受かった人の就活って、あの、基本的に監査法人。は、もう一二週間で、なんか、すぐパッと内定が出るので。えー、そうなんですよ。そうなんですね。え、とりあえず、四大監査法人の内定もらって。 でそこからあのなんか一般就活ちょろっとしつつ、うん、なあの大学4年,4年の時に、えー、と長に長期インターンを始めて、まあ、そ,こでそこでビジネス生活が始まったみたいな感じです。結構その、まあ、い,いわゆるその公認会計士っという資格からこうシームレスに就活としては終わって そこからまあ長期インターンシップに入られたということだったんですけど当時とかだと長期インターンシップがめちゃくちゃみんなやるみたいな感じのものではなかったような気もするんですけどきっかけというか理由とかっていうのはあったんですかそうですす、ねまあ、かそうねもともと会計士試験を買って監査法人とかのなんかそもそもなんか社,会につ社会というか,なんか。うん 監査法人とかってど,どうななんだろううと思ってて調べてたなんかど,どうやら仕事がつまんなそうだぞっていうのが分かったので、はい、<laughs> なんかこれ監査法人長くいるよりなんか他のスキル身につけて他のことをやりた方がいいかもなっていうのをまあ思ってでとはいえなんかこのまま普通に監査法人入ったらこうに、はいに なんか会計会計タクしかつかないなと思ってそれはまずいなと,っと思ったので、うんうん、なんかまあバイト代わりにもなるし大学一年の残りの一年間よく活用できる手段ないかなっていうので、うん、その長期インターンを選んだって感じですね。なるほどでその長期インターン先っていうのはこうどういうふうに選ばれてどんなことされてたんですか？そこはトーマツ系の会社だったんですけどデロイトトーマツベンチャーサポートっていう会社で、はい、あの。 今、斎藤悠馬さんという方がその社長をやっている会社なんですけど、あのどちら洋一とか堀エモ門とかと今最近結構対談したりしてる人なんですけど、うん、それが立ち上げた会社で、なんかまあベンチャーとかスタートアップ向けのなんかシンクタンクとか、なんかそういうことをやってる会社です、ね、なんかまあ国に対してなんか政策提言とかそういうのをやったりみたいな、まあだ、あとは大企業のコンサルですね、大企業とベンチャーをつなげるみたいな。 やってる会社で一年ぐらいインターンしてって感じです。えー、どんなことされてたんですか。その時は、えっ、ー、と、なん、なんか、ありていに言うと、なんか、結構大企業に対しては。大企業とか社会人、えっ、ー、と、国に対しては、結構ベンチャーのネットワークをとにかく持ってて、そことマッチングさせるとか。いいベンチャーの紹介するみたいなことをやってたので、なんか、裏側で、もとにかくベンチャーの情報を。 それこそなんかあのブリッジとかテクニチとか、うん、ザ・スタートアップから情報を抜いてそれをにするみたいなことをひたすら言って、うん、であとはその大企業向けのコンサル資料のパーポを作ったりとか国向けの提案書のパーポを作るみたいな、まあ、パーポとエクセルをひたすらいってたって感じですね。 なんかこう今までの公認会計士の勉強だったりとか公認会計士として監査法人でやることとはなんか,かなり経路が違うお仕事なんじゃないかなと思ったんですけど、はい、やってみてどうでしたか大変だったとか面白いなとかうどういう印象を持たれましたかいやもうなんか最初本当に無能扱いされて、えー、いやなんか公認会計士試験受かったからまだ、あ、何とかなく全部できるだろうと思って全部か,なん,かなんかできるだろうと思ってたんですけど、うん、まあ全然そんなことなくて。うん でもうめちゃめちゃ物を扱いされて、うん、こやばいなってなって、まあ、でそこから Excel とか PowerPoint 頑張って作るようになって、で、まあ、ちょっとずつ地道にレベルアップしていって、で、チャンネ頃には結構スキルついたかなって感じで、まあ、あそこのビジネスの下地作る上ではめちゃめちゃいい経験だったなって感じですね。なるほど、なるほど。提案書の作り方だったり、うん、Excel の作り方だったり、 その基礎,基礎というか基礎のそこそこ高いレベルの基礎を1年で身につけられて社会で出たんでそこはめちゃめちゃ良かったなって感じです。 なるほど。なるほど。なるほど。まず、あ、それでこう満を持して、こう社会人になられていくっていうところだと思うんですけれども。若狭法人に実際入られてみて。まあ、先ほど。こう、はい、結構、な、なんか仕事つまんなそうだなみたいな。お話もありましたけれども。まあ、実際に入ってみて、いかがでしたか。いや、つまんなかったです。<laughs> <laughs> いや、なんか、さっきから、ご、なんか、ネガティブなことしか言ってない。あ、全然そんなことないです。<laughs> はい。 なるほど、ねそう。監査法人の仕事は。はい、少なかったですね。どんなことされるんですか。実際に監査法人で。なんか。監査法人って。はい、あの会社が出してる財務書表。まあ、その B. L. とか B. S. が。かどうかをチェックするみたいな仕事なんで。うんうん、まあ、なんか、例えば、売上だったら、売上のうち、この金額は、なんか。この。 このビジネスででできてるんっかくじゃあこのビジネスでできてるこの金額〇〇円が本当なのかじゃあなんか請求書いくつかピックアップしてその PL の元になってる仕分けとかを追いに行ってその仕分けの裏にエビデンスがあってそのエビデンスと数字がちゃんと合ってるかとか,なんか請求書からしてこの計上方法は合ってるかみたいなのをなんか一個一個確かめに行くみたいな。うん まあざっくり言うとチェックとか合ってるかどうか確かめるみたいなとか仕事なんでまあなんかクリエイティブではないじゃないですか向いてる人は向いてるかもなっていう感じですけどあんまりなんかチェックとかがあんまり得意じゃなかったんでまあ結構かなんか監査法人辞めた人で結構監査楽しかったよって言ってる人結構いるんですけどと結構思ってて <laughs>。 なるほどまあ、そうなるとこう、まあ、いわゆるこう,、まあまあ、こうまあ想定通りじゃ多分想定通りなのかもしれないですけど、はい、こうあんまりこうなんかすごいなんかエキサイティングな感じではないクリエイティブではあんまりないなっていうところでなんかそうなった場合にこうなんていうんですかねなんかそれだけをやられてたのかそれともそれ以外の例えば社外活動だったりとか何かやられたりとかしたんですかそうですねあの定時後とか休日に あれ、スタートアップの立ち上げを手伝ってて、今、えー、スナックミーってサービスあ。あ、わかります、わかります、わかります。めちゃくちゃ美味しいやつですよね。あ,のあ、そうです、そうです。でなんか、みかんみたいなやつが。あ、そうです、そ,そうです、そうです。で、なんか、スナックミーがスナックミーをやる前に、なんか、えー、まあ。なんか、何個かプロダクト試してて、なんか、結構、サービスみたいなのをやってたりして。えー、その時期になんか、手伝って。で なんかそれこそなんか温度メディア作るのがそのダイエットサービスの温度メディア作るのなんかダイエットの記事なんか自分で書いてたりと <laughs> そういうところまでやってました。へえー、結構それはなんかどういったきっかけでやられたんですか？なんかそれもなんかまたツイッターが出てくるんですけど、うん、ツイッターで知り合いがなんかあツイッターじゃないかなフェイスブックでなんかなんだっけなんか専門の人が授業立ち上げるんですが、はい、なんか。 ボラン最初はボランティアという形になるんですけど、定時なんか興味ある方いたら、つなんかぎますみたいなのを会計し、コミュニティ向けに投げてて、あ面白いなと思って、アプライしたって感じです、ねはい、そうだったんですね、なるほど、なるほど。じゃ結構こう、もともとのというよりは、<laughs> なんていうんですかね、うんと、まあ、こうご縁、まあ、SNS 上とかでのご縁がきっかけで、そういうお手伝いをされていたっていうことなんですかね。そそうですそうですそうですすうん、うん そんなこともあるんですねなるほど、なるほど、ありがとうございます。なんか実際にこう手伝われてみて、それこそ温度メディア作るとか、まあ、記事書くとかって、多分こう、法人会決士の仕事と全然経路が違うことかなと思うけど、なんかやってみていかがでしたか普通に楽しかったですね。まあ、な作る、えー、作るって楽しいなって、でした、うん。なるほど、なるほど。はい じゃまあこうパラレルに動かれながらこうそ、はい、れぞれの仕事の楽しさみたいなものをあの味わいながら、はいえっとやられたのかなと思うんですけど、はい、その後のキャリアとしては関さん補助の方はこうどれぐらい続けられたんですか？関さん補は入って一年三ヶ月とかで辞めちゃってまあなんかまあ元々一年で辞めようと思ってたんですけど、うん、まあなんかもう一個きっかけはあって、うん、なんか最初の上場あ僕なんかその上場する 未上場企業の,あの担当を割としてたんですけど、とする部署だったんですけど、うん、まあ、一個メインクライアントが上場するぞってなって、はいでまあ、そこの会社でちょっと問題みたいなのが起きて、うん、か上場承認下りてたんですけど、上場日の3日前に上場取り消しみたいになって、うん、監査法人からの指摘で上場取り消しみたいになって、うんで、その監査チームに僕がいて。そそれこそその まあ割と監査自体が結構大変なことになったんですけどそれこそなんか怪しい取引があってなんかそのなんか取引きのに記載されてる上昇所にわざわざ自分で行ったりとかそういう探偵みたいなことまでなんか言われたんですけどまあなんかいろんなことがあってちょに廃止になって徐々取り消しになってでまあそうするとなんかまあ社長はめっちゃ怒っ社長ってその。 クライアントの社長はめちゃめちちゃゃ怒ってるしなんか証券とか銀行もめちゃめちゃ怒るし、まあ、まあ彼らってあの上場するとリターン入れるんで今はなんか監査法人がめちゃめちゃなんか詰められて、うん、正しい仕事してんのになんか詰められるしなんか正しい仕事した結果なんかみんな悲しそうにしてるし、うん、なんかこの仕事しんどいなと思って何、うん、か正しいことを遂行するとつなんか。 なんかヘイト貯めるわ、なんかクライアントの社長、従業員は悲しそうにするわ、で、なんかこれやりがいにするの結構しんどいなと思って、そこでちょっと、あこれきついなと思って、最後のやめるきっかけになったって感じですなるほど、確かにその自分たちの <laughs> とっの正しさを遂行することで、なんか誰かが悲しんだり、まあ、怒ったりみたいなことが起こるっていうのは、なんか行動的にちょっと。 なんていうんですかね。まあ、そうなんですよ。そう、そうなんですよ。あからさ、そういう仕事なんでしょうがないんですけど。なるほど。ほどそうですね。やってる側からするとしんどいですよね。うん,う,んうん。ありがとうございます。そこから、えっと、スタートアップにジョインされたっていうこと、をお伺いしてるんですけれども。はい、なんか、どうやって、その入る会社を決めたんですか。もともと、なんか起業しようと思ってて。で、それこそ、なんかビジコンとか出たりして。 んかいまいち踏ん切りつきつきがつききらない状態でどうしようかなと思ってたんですけど、うん、まあその時にたま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 たなんかツイッターでそれ,こそ,それもまたツイッターなんですけど、はい、なんかイベントが流れてて、うん、であのスナックミーが当時あの渋谷のハイブっていうあのスカイランドとスカイランドベンチャーと言い過 ススペースであのそ,うそれこそスナックミの手伝いしてたんですけどでスカイランド主催のイベントがハイブであってでそこ行った時にカウモっていう会社の,あのメンバーがいて懇親会の時に話しかけられてでそのまま飲みに行って。 2> なんか週2とか週3でもいいから手伝ってよみたいなことを言われて、なんだかんだ話してるうちにフルコミットすることになってみたいな感じです、ね。そうだったんですね。じゃあ、かなりこう、なんていうんですかね、うんとまあ、そういう、まあ、偶発的なきっかけで、まあ、そこに、えっと、ジョインすることになったということかなと思うんですけれども、河モ、はい、さん自体はあれですよね、どっちかというと、購買体験みたいな、なんかプラットフォームとか、そっち系の会社さん、ね、そ,うそうですね はいまあ、実際ではキュレーションメディアなんですけども実際、入られてどういったこう職種というか、どういったポジションで入られたんですか、えっとまあ、それも経営企画とか経営管理の全般の責任者みたいな感じで入っうんですけど、それこそあの <laughs> 上場少しこう売上とか利益も立ってたので。 徐々に準備したいねみたいなのだったり、ちょっと学生資金育ちしたいねみたいなので、もう改めて事業計画作って、KPS はめて、うんまあ、今、マイネントでやってることとあんま変わらないんですけど、うん、そうですね、であと財務担当だったり、まあ、補助準備のもろもろの対応したりとか、うん、そういうのをやってましたねめめちゃめちゃゃ楽しかったですね。うん じゃあもうかなりこう、なんていうか、上場前のこうベンチャーの雰囲気とかって、まあ、結構こう高揚するような感じです、ね、あそうですねそういう雰囲気の中で、お仕事されてたっていうことなんですか、ね、そうですね、まあ、毎日深夜まで残って、で 1>, はい、1時、2時とかまで仕事して、そこからなんか、卓球台あったらで、卓球するとか、ーゲームするとか、そういうのをやってて、めちゃめちゃ楽しかったですね、でも家も会社の近く、徒歩 6,、はい、6、7分のとこぐらいに住んでて。うん なるほど確かにこうア、まあ、ベンチャースタートアップの何て言うんですかねなんか楽しみ方というかこう何て言うんですかねなんかこうある,あるあるというとあれですけど、うん、かなりこう熱中されてお仕事をされてたんじゃないかなとも思ったんですけれどもんかその後はこうどういった変遷をたどっていかれたんですかそうですね、まあ、その顔もめちゃめちゃ楽しかったんですけど、うん、まあなんか そこから入って5か月ぐらいで、まあ、割と内部崩壊みたいになって今ウェインが騒ぎ起こしてるじゃないですかあまさにそうですねそまあなんかその超縮小版みたいな、えー、<laughs> まあ味点に言うと、まあ、あれってナンバー2以下がナンバー1についていけなくなったよっていう話だと思っててでそっからコンプラがなんたらかんたらって付け加えてるだけだと思ってて、うん、まあそれと似たようなのがカもでも起きて、うん、で まあ、なまあそれで100人いた会社インターンとかバイト含めて100人いた会社が一気に3人ぐらいになっちゃうっていうので僕もそのタイミングであの抜けてでまあとはいえ監査法人辞めてあのまだ半年ぐらいしか働いてなかったんでちょっと普通にそこからまたなんかどっかに入って仕事するのしんどいなと思ってフリーランスやったって感じです、ね。 結構そのいわゆる監査法人とかってなんかちょっとこう何、うん、て言うんですかね結構固めなキャリア志向の方が多かったりとか、はい、するんじゃないかなとも想像するんですけどうん,、うん、なんかそういう方が周りにいる中でこうフリーランスになられるっていう選択自体は結構勇気がいることだったんじゃないかなと思ったんですけどなんかそうでもないですかまあフリーランスは何だろうなその看護が崩壊してなんか就職するのも面倒くさいなと思ってるときになんか、うん 普通に、小籔君どうすんのって言われて、いや、まだ寝てないっすねって言われて、なんかフリーランスでもいいから、この仕事をお願いしたいんだけど、やんないって2人ぐらいから、1人2人ぐらいから行ってもらって、で、またなんかちょっと、なんか、なんかちょろっと紹介、あ、なんだろう、仕事受けようかなと思ってんだよねって言ったら、なんかそこから派生して、なんかもう1個とかも取れたりして、なんか一瞬で3社ぐらいから仕事の依頼が来て、まあなんか、 でまあなんか割と十分なお金だったんで、三社もやってたんで、なんだろう。最初に3社あったんで、全然不安とかはなかったです。まあ先に仕事が来たんでって感じです。それで。なるほど、なるほど。ありがとうございます。そそうするととじゃあ結構そのえっとまあ なんだろうその会社さんを辞められてからは、まあ、ご自身のこうペースでというか受託の,のお仕事を受けられていて、まあ、そういう感じの過ごし方をしていて結構仕事メインの<う>なんていうんですかねこうなんだう時間の使い方っていう感じだったんですかいやなんかもう普通になんかとちょ突然それこそ中国の上海行ったりとか、うんはい、あとはなんかあのテックキャンプ通ったりしてました。えー 結構プロググラミングもご興味があってってて感じなんですかそうですすそうねまあなんかカウンターた時もなんかプログラミングちょっとできた方がいいかもなと思ったんでちょろっとやったんですけどちょろっとというかまあテックキャンプでとりあえずコース終了までは行ったんですけどまあなんかけどプログラミングはもうちょいちょっとやるならが本当にがっつりやんなきゃダメだなっていうのを。 めっちゃ思い知ったって感じですね。なるほど、まあ、確かに、でも、なんか、深遠な世界って感じですよね <laughs>。そうですね。き <laughs> りないなっていう。海外に行かれたのは、結構、海外にも興味があったって感じなんですか。 いや、なんか、その、そのなんか海外行ったって言っても、その、上海、中国の上海に久しぶりに行きたかったなっていうぐらいなんで。うんうん、海外各地を飛び回ったとか、そういうのじゃ全然ないです。なるほど。じゃ、結構、ご自身の意思で、自分のやることを決められるっていう。まあ、こう、時間の使い方をしてたっていう感じなんですね。そうですね。まあ、フリーランスって言っても、あの、四か月ぐらいしかやってなかったって。あ、そうなんですね。なるほど。ほどじゃ、そこから、うんと、今の、えっ、ー、と、現職に入られたっていうことになるんですかね。 そうですね <laughs> 結構面白いのがなんか、はい、そのマイネット入ったんですけどもともとそのカウモに入るきっかけになったスカイランドのイベントにたまたまマイネットの社長が登壇してたっていうあの、えー、そのなんか当時のなんか僕9人世代なんですけどデリーの堀江さんとかあのそれこそカウモの歌とかあ,の、うん、あとはあの。 アランの花と花房んを追ったデリーホリエとかのなんか割と若い,若い経営者のイベントでかんかそこに急にうちの社長の上原陣がなんか飛び入りで乱入するみたいなイベントで、うん、まあたまたまそのカウモに入るきっかけになったイベントにうちネットの社長が登壇してたっていう割となんか縁だなっていう。<laughs> なる,ほどなるほど、なるほど、その、まあ、本当に偶発的な出会いをきっかけに、はい、マイネットさんを知るっていうことになったと思うんですけど、はい、まあそこからこう、まあ、前のベンチャーでこう組織崩壊みたいな、まあ、こう楽しい時期と、やっぱりこう辛い時期って、どちらも、はい、あの経験された中で、なんかまたベンチャーに行こうっていうふうに思えたとか、ふんぎりがついたっていうのは、どういったところからだったんですかいやまあベンチャーって言っても、マイネット500人ぐらいいたんで、はい、割と大人ベンチャーではあったので。ななるほどなるほほどど、はい だいぶ買うの時とは違うかなって感じですねなるほど。じゃあ結構フェーズとかも違ってっていう感じなんですかね。そうですね、うん、な,るなるほど。じゃあ、ここ別のフェーズのベンチャーっていう形で入られてっていうところで、あとこれまでのお仕事とあのマイネットさんのお仕事っていうのは、なんか違った点とかっていうのはあったんですかそうですね、まあもとマイネットはあのさっきも言った通り、そのフロントサイドというか水出部職だったんで、それまではバックオフィス、ミドルオフィスが中心だったんで。うん まあそれこそなんか、もうなんか自分で売り上げ立てるようなことをしたいなと思ってたんで、うん、なんかそこで、まあ、営業的な要素もあのほぼ初めてだったんでなんか、そこが結構違ったかなって感じですね。基本、うんまあ、的には当然その、買うもの時とかよりはホワイトっちゃホワイトだったんですけど、うん、まあなんか、まあ、普通に。 ぼぼちち楽しかかっったかななて感じですねなるほど,なるほどなんかその今まで結構バックオフィスだったりとかミドルオフィスっていうところから、うん、いわゆるこうあのフロントであの営業とかもしていくっていうところになったと思うんですけどご自身の、まあ、適性というか楽しさみたいなものでいうとなんかどっちが楽しいなとか、うん、まあどっちも楽しいなみたいなこと然あると思うんですけどやってみてみいかででしたかうん、まあ、そうですね基本的にはフロント職の方が楽しくて、まあ、やっぱり一からなんか何かを作るとか なんか自分の力でなんか何か契約成立させたみたいなのがやっぱなんか成果感じるポイントが明確にあるんでそういう意味ではフロント職の方が楽しいって感じですねゲーム的要素があるんでそういうことなんかマイネットの時の経営企画とかもなんか一からその経営管理のシステムを作り変えたんでなんかそういうのとかはあの成果ポイントが結構明確にあったんで楽しかったんですけど、うん、あの管理側で運用ばっかしてるの結構飽きちゃうんで、うん そういう意味ではフロントサイドの方が常に変化があって楽しいですね。 じゃあ,こう、まあいろんな何て言うんですかねあのいろんなこう職種だったりとかいわゆるこうタグ付けっていうところを最初はこ,ういやこのままと会計だけになっちゃうんじゃないかみたいなところから、はい、こだいぶたくさんの,あのタグがついてきたと思うんですけど、はい、なんか実際にこういろんなタグをつけてみて結果的についてきたなと思うんですけど、はい、ご自身として今なんかそのことなんかいろんなことができるようになってるわけじゃないですか,、はい、なんかそのこととをどういうふういいいに捉えているというか。 どういう風に感じてますか。今ここまでやってきて。ああ、なるほど。まあ、いろんな態度がついて、なんか、すべてのことができるようになったわけではないんですけど、うん、まあ、なんか。なんか、何をやらされても、多分できるなっていう謎の。ついたっていうのは、うんうん、ポジティブかもしれないですね。確かにやっぱり、こう、いわゆる営業とか、ビジネスサイドから、こう、そっちの、はい、あの。 バックオフィス、まあ、MA とかアライアンスとか、お金回りのこと、経営企画、管理とか、はい、そういうところに行くのは難しいけど、もともとそういうバックグラウンドがあって、ビジネブにあの入ってくるだとかなりモ羅ラ的にいろんなことができるようになるんだなっていうのは結構発見でしたね。はいはい。確かにそうかもしれないです。なるほど。なるほど とうあバックとかミドルが分かってると、結構営業とかそのビジネブの土地、うん、の処理とかエグゼキューションにつなげるところのつなぎ込みが結構やりやすいと思うんであので、バックオフィスとミドルオフィスの信頼を割と勝ち取りやすいというのはあるかもしれないですね。営業がバックオフィスとミドルオフィスのヘイト貯めるみたいな構図って結構あるので。うん、確かに,確かに なるほど。なるほど。ありがとうございます。で、あのここから先はあの今まあ、やっとこうまあ、現代ぐらいまで戻ってきたかなと思うんです。けれども、はい、まあその今はあのー、あのマイネットさんの戦略策定推進されたりとか、はいはい、そういうところ。あのー。 まあフロントをやられてからもまあ幅広くお仕事されてると思うんですけれどもなんかこう今後あのチャレンジしていきたいこととかちょっと未来の話をしてみたいなと思っていてまあここまでこういろんなタグをつけていったりとかいろんなご経験をされていく中であのなんだろうなまあ経験を積まれてきたと思うんですけど今後のチャレンジとしてなんかどんなことをしていきたいなとかなんかこういう風になりたいなとか最終的にこういうことを実現したいなとかまあ短期的なものでもいいですし中長期的なものでもいい んですけど何かそれで言うと自,自己実現みたいなのはもうあんまり正直なくてツイッターのフォロワー数を増やしたいなとかそういうのぐらいしかあんまりもうなくて、うん、なんかあとはなんかどう社会価値を作っていくかの資座にようやくなれたなと思っててこの1年とかで何、うん、かやっぱりなんか一定自己実現ができたからっていうのはあるのかもしれないんですけど。うんうん まあなもともと高校時代からふわっとなんか生きていけてるビジネスマンになりたいなみたいなのがあって、志しか自己実現的できなかったんで、でなんか17歳で上場企業の役員になって、まあそうやってなんか、割と思いで達成されたなと思ってて、もともと僕、お金持ちになりたいとかも全然なくて、うん、<laughs> こういうとあれなんですけど、実家が金お,お金持ちだったんで、お金の執着心とかも全然ないですし、うんうん、っていうので、なんか割と自己実現側が満たされちゃって。で どう社会価値作ってき作っていこうかなみたいなところしかあんまり考えてなくてうん、うん、でなんかまあでなんか社会化んかせっかくなんか人生生きたならなんか自分がいた時の社会といなかった時の社会の中その社会価値のせ性の差分をなんか最大化したいなと思ってて、うん、なんか自分がいなかった世界といた世界ではどうして社会よくなったんですかみたいなんかそれこそがなんか生きた 足跡で,でなんかまあその社会価値の性の差分を作るための手段としてまあなんかビジネスっていうものにビジネスか事業っていうものにッ途しようと思ってて、うん、もう社会価値作る手段っていっぱいあると思うんですよなんか政治でもそうだし、うんうん、まあお医者さんで一人一人のあのなんだろう命助けるとか学者で新たな研究するとかもあると思うんですけど、まあ、ここまでなんか事業とかビジネス経験積んできたんで社会価値の 差分をを化するために事業価値を作ろうと思っていてい、うんうん、なんで自分の力が事業価値に転換されて、事業価値が社会価値に転換されるみたいなところで、まあ、なんか自分の力がどんだけその事業の価値に寄与できるのかと、その事業価値がどんだけ社会価値になるかっていう2つの軸で、これからのキャリアは選んでいきたいなと思っています。 事業として大きくてもあんまりそれ社会価値的に微妙だよね、まあ。キュレーションメディアとかもまさに結構そうだと思うんですけど、うん、なんで、まあ、社会価値に割とつながってる事業で、かつその自分の力がその事業に生きやすい、今2つの転換みたいなところですね。うんうん、自分の力が事業価値にどれだけ寄与されるかと、転化されるかと、事業価値がどれだけ社会価値に転化されるか、二つのなんかを重要視したいなと。うんうん なるほどちなみにそのあ,、はい、あごめんなさい最近ちゃったかもしれないんですけどあ全然大丈夫です何だろうな,なんかどういう社会価値に転換したいみたいなとかってなんかイメージがあったりするんですかいや全然ないっすねまだまあなんかいろいろか自分の中で原体験とかはあったりはするんですけど、はい、まあなんか必ずしも原体験に絶対紐付いてなくてもいいと思っててまあもちろん原体験に紐も付いてた方があの一かせ出るんでいいなとは思ってるんですけどまあなんか日々考えながら 元々その「買うも」に、うん、行った時は結構現体原ベースに行ったのが結構あってその時は僕,僕人生の経験曲線の中でトーマスの1年目と高校の1年目の部活時代がすっごい一番しんどくて、うん、まあなん,なんでしんどかったかって思って。あのもう 高校の部活とかその大企業の1年目とかもう1年目ってだけでなんかどれ扱いされるみたいな世界線だったんでなんかなんで1年,目の1年目ってだけでなんかこんなになんかう扱われなきゃいけないのかなってすごいなんか不思議でなんかなんか若くてもできるみたいなのを結構証明したいみたいなのが現体験的にあったのでなんか買うのって当時平均24歳とかだったんで、まあ、24歳でも全然できんじゃんみたいなのを割と証明したかったっていうのがあって。うん まあ、なんか、そういう意味では、なんか、わ、わ若,若さを力に変化するみたいなのは、軸としてちょっと興味あるって感じです。なる,なるほど、でも、これまでの人生の中で、こう感じたことだったりとか、学んだ教訓みたいなものを。うん、まあ、もちろん、必ずしも紐も付いてなくてもいいけれども、うん、まあ、こう、何か転換できる、社会価値に転換できるような事業を作っていく、事業価値を。あの、創出していくっていうことになるんですかね。そうですね。なんか、その方がストーリーできて、人を。なえると思いますし。うん,うん、うん、う,うん、うん。 最後にもう1問だけお伺、はいしたいんですけれども、はい、やっぱりこの今、あのはい、ユニックキャリアラウンジということで、まあ20代えー、と10代、20代の若い方が、あのこれからこう社会にもうこう活躍していく中で、あ何かヒントを得ていくっていうところを目的に、あの今回のインタビューをしているんですけど、それこそ先ほど言っていただいたみたいな、こう自分にタグをつけるだったりとか、うん、できることを増やして、まあ、事業価値、社会価値に転換していくっていうことを、うん、や,っぱやりたいっていう人っていっぱいいると思うんですね。はいはいはい なので、なんかそういうこう、なんていうんですかね、い、ま、け、あ、てるビジネスマンじゃないですけど、よりこう自分をステップアップしていきたいっていうふうに考えている若い人たちに対して、何かメッセージとか、なかこういうことをあの若い人にしておけるといいよみたいな、何かこうアドバイスとかがあれば、いただければと思います。なるほど。具体的な処方論になっちゃうんですけど、はい、SNS をやってあの、なんか面白そうな機会があれば、すぐ、うん、あの飛びつく。 に尽きるるかななって感じです <laughs> なるほどありがとうございますのはいあのインターン始めたのもあの、まあ、フリーランスやって今につながってるのも、うん、あのハウモに入ったのも全部 SNS 経由なんであとかあとあれかそうですね機械って転がってるんですけど結局機械ってなかなか出会わないんで,で SNS って機械をつなげてくれるすごいいいツールだと思うんで。うん わか,かりました。うん、はい。うん、あ、そうそうそうごめんなさい。あ、いや、なんか本とか読んで勉強するのもいいんですけど、なんかとにかく機会をそうするのがめちゃめちゃ大事だなと思ってます。なる,なるほど。まあもちろんこうね本を読んだり勉強したりっていうことと同時に <laughs> 同時にこうでやっぱ機会を取りに行くっていうところが大事ということですかね。 わかりました。ありがとうございます。それではえっ、ー、とちょっとエンドロールというか、あの最後のコールに入らせていただければと思います。はい、そろそろちょっと9時も近づいてまいりましたのでえ、はい、今回のユニークキャリアラウンジ以上とさせていただければと思います。はい、はい、えー、今回のゲストはえマヤネットの小出さんでした。小出さん、ありがとうございました。ありがとうございました。